ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルでは、アジアを中心に世界の鉄道について解説しているよ。コロナ禍で海外に行きにくい状況が続いているが、そんな中でも世界の鉄道は発展を続けているぜ。今年開通予定の新路線もあるのかな？東南アジアでは地域の交通網を一変させる超大路線の建設が進んでいるぜ。どんな路線なのか気になるね。というわけで今回は、2021年冬に完成予定のビッグプロジェクト、中国ラオス鉄道について解説するぜ。本編スタート。インドシナ半島の山奥で建設が進む中国ラオス鉄道。ラオス国内を南北に縦断し中国雲南省とラオス、さらにはタイ東北部を結ぶ一大プロジェクトだ。ラオス中国国境の町ボーテンとラオスの首都ビエンチャンを結ぶため、ラオスではボーテンビエンチャン線とも呼ばれる。ボーテンから先は同時に建設中の中国国鉄玉馬線と接続している。玉馬線は玉系で雲南省の主府昆明から南に伸びる混浴化線と接続するぜ。既存の混浴化線と建設中の玉馬線、ボーテンビエンチャン線を合わせると、昆明とビエンチャンが鉄道で結ばれることになるね。開通後は路線区分とは関係なく列車が運行される予定のため、この動画では昆明からビエンチャンまでをまとめて中国ラオス鉄道として扱うぜ。開通後は中国とラオスを結ぶ国際列車が走ることになるのね。ビエンチャンから先はタイに乗り入れ、現在建設中のバンコク、ノーンカーイ観光速鉄道と接続する予定だぜ。中国、ラオス、タイの三国にまたがる壮大な計画だね。中国ラオス鉄道、ラオス国内区間の距離は414キロ。昆明からビエンチャンまでの総延長は1000キロに及ぶ。中国ラオス鉄道は、ほぼ全線にわたって険しい山岳地帯を通る路線のためトンネルが多い。ラオス区間だけで75カ所のトンネルがあり、総延長の 47% がトンネル区間だぜ。景色はあまり楽しめなさそうね。中国ラオス鉄道は全線が中国国内の鉄道網と同じ規格の標準機で建設され、最高時速は貨物列車で120キロ、旅客列車で160キロだ。平地区間の旅客列車に限っては時速200キロでの運行も視野に入れているぜ。本格的な高速鉄道というわけではないけど、かなりの高規格路線だね。また、中国国鉄の路線と同じ規格で建設されているため、中国の車両がそのまま乗り入れることができるぜ。中国ラオス鉄道に投入される車両はすでに決まっている。在来線用高速列車として中国国鉄で増備が続いている CR200J だ。CR200J は、若い号シリーズで吸収した各国の技術を統合し中国の標準技術を確立するというコンセプトで開発された復興号シリーズの一種である。復興号という名称は習近平が掲げる中華民族の偉大な復興というスローガンに由来する極めて政治色の強いものだぜ。赤みが強いね。CR200J はそんな復興号の中でも、在来線向けの経済的な車両として位置づけられている。最高速度は160キロ。速度は高速専用の動力分散型車両に及ばないが、在来線の走行には十分な性能を持つぜ。中国は標準機で踏切がほとんどないから在来線もスピードが出るね。CR200J はプッシュプル方式の動力集中型列車だ。旧両編成は電気機関車と運転台付き制御客車で客車を挟んだ編成、18両編成は両端が電気機関車の編成となっている。通常の客車列車ほどではないが中間客車の両数は増減が容易で、需要に応じた柔軟な運用が可能だ。中間の客車には従来から製造されている 25T 型客車を使用することで製造コストも抑えているぜ。CR200J は経済性とスピードを両立した車両なんだね。それにしても、随分派手な塗装にしたわね。鮮やかな緑色の塗装は賛否両論があり、中国の鉄道ファンの間ではゴミ箱の愛称で呼ばれているぜ。ひどい名前だけど、色合いがそっくりで納得できてしまうね。CR200J は2019年に投入されて以降急速に数を増やしており、従来型の客車列車を置き換えている。寝台タイプやチベット高原向けの編成も製造されており、最終的に中国国鉄の客車列車の多くが置き換えられるものと思われるぜ。中国でも余剰を感じられる客車列車は消えつつあるんだね。中国ラオス鉄道向けの CR200J もすでに製造が始まっている。塗装は緑色ではなく、ラオスの国旗をイメージさせる赤と青のデザインが採用されているぜ。正統派のデザインに落ち着いたのね。ここからは、中国ラオス鉄道についてさらに詳しく見ていこう。中国ラオス鉄道について知る上で、雲南省とラオスについての理解を深める必要があるだろう。まずは雲南省。中国南西部の内陸に位置する。中国では気候が穏やかで少数民族のエキゾチックな文化に触れられる風光明媚な場所として知られている。雲南省の面積は日本とほぼ同じ。秘境のイメージがある雲南省だが、人口は5000万弱いるぜ。雲南省だけで東南アジアの一国家に匹敵する規模だね。雲南省は少数民族が多い地域だ。
人口の 67% を占める漢民族の他にも彝族やペイ族、ハミ族など25の少数民族が暮らしているぜ。多様な民族が暮らしていて、文化面でも魅力のある地域だね。雲南省はベトナム、ラオス、ミャンマーと国境を接しており、陸路で繋がっている。また、昆明の長水国際空港は東南アジアと中国各地を結ぶ航空路線のハブ空港として機能しているぜ。何かと卑怯のイメージで語られがちな雲南省だけど、東南アジアの平均的な国家と同規模の面積と人口を有する、中国と東南アジアの結節点なのね。内陸の雲南省は中国の中ではかなり貧しい地域だが、近年は西部大開発の効果もあって急速な経済成長を遂げているぜ。中国の中でも伸びしろがある地域なのね。次はラオスを見ていこう。ラオス人民民主共和国はメコン川沿いの内陸国だ。面積は本州と同程度。国土は山がちで人口は少なく、700万人ほどしかいないぜ。近隣のタイやベトナムと比べてかなり規模の小さい国だし、雲南省単体と比べてもはるかに人口が少ないね。ラオスの主要民族はタイ系の民族であり、タイ語に近縁だが表記方法が異なるラオ語が公用語だ。ラオ文字はタイ文字に似ているけどちょっと丸っこいわね。また、中国国境地帯をはじめとする山間部には多数の少数民族が暮らしているぜ。雲南と同じく、ラオスにも少数民族がいるのね。ラオスは内陸国で人口が少ないことから開発は進んでいない。今でも農業中心の産業構造のままであり、東南アジアの最貧国の一つとなっているぜ。内陸国は他国との貿易において不利だから経済が発展しにくいのよね。そうだぜ。鉄道が開通すればラオス、中国間の貿易は一気に活発化するだろう。内陸国のラオスにとって中国ラオス鉄道は中国という巨大市場にアクセスするための重要な事業なのだ。内陸国のラオスにとっては悲願の鉄道なんだね。ここからは中国ラオス鉄道の駅が設置される主な都市を中国側から順番に見ていこう。まずは、ラオス方面行きの列車の起点になると思われる、昆明。雲南省の首府であり、600万の都市圏人口を抱える大都市だ。一年を通して春のような過ごしやすい気候であることから春城の異名を持つ。カルスト地形のため、積林など景勝地も多いぜ。これはすごい地形だね。昆明には昆明駅、昆明南駅という二つの主要な駅があり、昆明南は中心部から3キロほど離れているぜ。高速列車用の新駅が郊外にある、中国ではよくあるパターンだね。そうだな。昆明には4路線の地下鉄が走っており、1号線は昆明駅と昆明南駅を結んでいるぜ。昆明から50キロ南下すると玉渓に至る。ベトナム方面の昆玉河線とラオス方面の玉馬線の分岐点となる駅だぜ。次は、プーアル。プーアル茶の産地として有名だ。ハミ族、彝族の多い地域でもあるぜ。有名なプーアル茶はここで作られていたのね。次は、ケイコー。シーサンパンナ傣族自治州の中心都市だ。シーサンパンナ。中国らしからぬ地名だね。タイ系言語に由来する地名だからな。ここまで南下すると東南アジアのムードが強くなってくる。ケイコーの街にはメコン川が流れ、郊外には高床式の住居が見られる。付近の熱帯雨林にはアジアゾウが生息しているぜ。中国領内でありながら、雰囲気は完全に東南アジアだね。ビザなしで異国情緒が味わえるため、中国人には人気の観光地となっている。シーサンパンナ傣族自治州はその名の通り、少数民族の傣族が主に暮らしているぜ。傣族は国の傣と何か関係があるの？あるぜ。傣族は傣人の遠い親戚だ。タイ語やラオス語と同系統の言語を話し、上座部仏教を信仰するなど文化的にも近い。タイ族には複数の民族グループが含まれるが、シーサンパンナには主にタイ、ルー族が暮らしている。彼らは独自の文字であるタイ、ルー文字を持つぜ。丸っこくて可愛らしい文字だね。ケイコー郊外に設置されるシーサンパンナ駅は、タイ族の寺院を思わせる巨大な駅となる予定だぜ。次は、中国側最後の駅、モーハン。中国ラオス間の主要な国境ゲート、モーハン黄岩が置かれる国境の町だ。モーハンの次はラオス側の国境の町、ボーテン。もともとは何もない山奥の村であったボーテンだが、2000年代に経済特区に指定され、賭博が禁じられている中国からの客をターゲットにしたカジノホテルが乱立した。しかし、殺人事件が発生するなど治安が悪化したため中国側が国境の締め付けを強化。カジノビジネスが成立しなくなり、ボーテンの街はゴーストタウンと化した。企業がラオスにもできてしまったのね。しかし、一帯一路政策、中国ラオス鉄道計画によって状況は一変。物流ハブやリゾート地を開発しようと、再び建設ラッシュが始まっているぜ。現在ボーテンには5000人ほどが暮らしているが、ほとんどが一攫千金を夢見る中国人だ。
ラオス領内であるにもかかわらず人民元が流通し、通りの名前まで中国風だぜ。中国の一部と化しているわね。もちろん、ボーテンにも巨大な駅が設置されるぜ。次の主要駅はルアンパバーン。ルアンパバーンはメコン川沿いに位置するラオスのことだ。ラーンサーン王国などの首都であったルアンパバーンには古い寺院などが多く残っており、町全体が世界遺産となっている。ラオスの有名な観光地の一つだね。ルアンパバーンは人口6万人の小さな町だが、ラオス北部最大の都市であり、経済の中心だぜ。やはり、ラオスは人口が少ないね。ルアンパバーンにも上座部仏教の寺院風の巨大な駅が建設中だぜ。次のバンビエンはメコン川沿いの小さな田舎町。美しい大自然の中でゆったりと過ごせるバンビエンは欧米人のバックパッカーに人気のスポットだ。中国ラオス鉄道開通後は中国人観光客が大幅に増加すると予想され、のんびりとした田舎町の雰囲気は激変すると思われるぜ。中国人受けする観光地に変わっていきそうだね。最後は開業時点での終点となるビエンチャン。80万の人口を抱えるラオスの首都だ。中国ラオス鉄道最大の駅となるビエンチャン駅は、中心部の10キロ北側に巨大な駅舎が建設されているぜ。ビエンチャン駅には駅名が中国語でも書かれていて、中国の存在感が大きいことがわかるね。ここからは、鉄道開業後のこの地域の未来と、中国ラオス鉄道が抱える問題点について見ていこう。雲南省南部とラオスは山深く道路の整備があまり進んでいない地域であり、高規格の鉄道が開通することによる時短効果は絶大だ。現在はバスで10時間もかかる昆明、シーサンパンナ間やビエンチャン、ルアンパバーン間が鉄道では3時間程度に短縮されると見られるぜ。雲南南部やラオス北部へのアクセスが劇的に良くなるね。昆明からビエンチャンの国際列車に関しても朝発夕方着のダイヤで運行される予定だ。ちなみに、現在運行されている昆明ビエンチャン間の国際バスは所要時間30時間を超えるぜ。とんでもない長距離バスだね。中国ラオス鉄道において旅客輸送よりもさらに重要なのが貨物輸送だ。中国ラオス国境では現在も大型トラックが行き交い盛んに貿易が行われているが、国境地帯は険しい山道であり輸送量には限界がある。鉄道の開通によって中国ラオス間の貿易が盛んになるのみならず、対中国間の貿易がラオスを経由した陸上輸送に切り替わることが期待されているぜ。ラオスは輸出産業を成長させられるし、中継貿易で稼ぐこともできる。ラオスにとって中国ラオス鉄道は夢の事業だね。しかし、中国ラオス鉄道はラオスにとって明るい話題ばかりではない。中国ラオス鉄道は開業前から採算性が疑問視されているのだ。ラオスは人口700万の小さな開発途上国であり、旅客貨物ともに輸送需要は決して多くはない。また、ラオスでは高速道路の建設も同時に進められ道路網が便利になりつつあるため、鉄道輸送の需要は思いのほか小さいかもしれない。さらに、頼みの綱であるタイ方面と中国間の中継貿易についても現時点ではメーターゲージのタイ国鉄と標準機の中国ラオス鉄道の間で積み替えが必要となるためコスト面で不利である。以上より、中国ラオス鉄道の採算性は低いと考えられているぜ。せっかく高規格路線を作ったのに赤字になってしまうのかな。ラオスは経済効果を期待して建設を行っており、ラオス中国鉄道単体で黒字化する必要は必ずしもないと思われるが、採算性が低くなれば建設費の返済に影響が出るのは必至だ。険しい山中を貫く中国ラオス鉄道の建設には莫大な費用がかかっている。総事業費は約60億ドルとされ、ラオスの GDP の3割に達するぜ。ラオスの負担が大きそうなのはわかるけどいまいちピンとこないわね。日本に例えてみよう。日本の GDP は約5兆ドル。その3割というと約 1.7 兆ドルだ。リニア中央新幹線の総事業費はおよそ820億ドルだから、日本の GDP の3割をつぎ込めばリニア新幹線を約20本作れる計算になるぜ。GDP3 割の負担がいかに重いかがわかるね。ラオス中国鉄道の建設費はどこから出てきたのかな？ほとんどが中国からの融資だ。返済ができなくなった場合、中国はラオスに対し代償として天然資源、鉄道沿線の土地の使用権の提供や外交面、軍事面での協力を迫るのではないかと懸念されているぜ。途上国を借金付けにすることで支配下に置く、いわゆる債務の罠だね。中国は鉄道を通じてラオスを支配下に置こうとしているのかな？中国がラオスを債務の罠に落とし入れようとしているというのはこの事業の一面的な見方に過ぎない。中国ラオス鉄道の建設については中国側はむしろ慎重な立場で、インフラの整備により経済成長を加速させたいラオス側が積極的に推進したという話もあるぜ。
ラオス自身が積極的にリスクを取りに行ったとも考えられるわね。中国はラオス以外でもタイやマレーシアで鉄道建設を進めようとしており、すべてが完成すれば雲南からインドシナ半島を縦断しシンガポールまで至る中国規格の鉄道が誕生する。中国はインドシナ半島を縦断する物流網を構築することで東南アジア全体の経済の活性化、中国の影響力拡大を狙っているのだ。ラオスの鉄道はその布石に過ぎず、単体の採算性は大きな問題ではないのだと思うぜ。中国は長期的な目線で鉄道建設を行っているんだね。一帯一路政策の名のもとに東南アジアでの影響力拡大を狙う大国中国と、内陸国の地理的不利を解消するため一世一代の賭けに出た小国ラオス。二カ国の野望を乗せて、中国ラオス鉄道は今冬開業予定だぜ。ご意見ご感想をお待ちしております。チャンネル登録と高評価もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。